ご視聴ありがとうございます。前回からの続き。いよいよハドソンが、ファミコンの参入を決意する。今回は、ハドソンが、どのようにしてファミコン参入の、決意に至ったのか、についてご案内します。ハドソンは、シャープの仲介で任天堂の、ファミリーベーシックの開発を、経験する。そして、ファミコンに興味を持つことになるんだ。ハドソン、ファミコンとの出会い。ファミリーベーシック開発中の、ハドソン。ハドソンは、任天堂からのファミリーベーシック開発依頼のおかげで、ファミコンを発売前に体験することができたんだ。ハドソンのスタッフ。ファミリーコンピューター、どんなものか、ちょっと、プレイしてみましょうよ。ハドソンのスタッフは、ファミコンをテレビに接続して、発売前のゲームソフトで、プレイしてみたんだ。おお、グラフィックがすごくいいですね。これ、すごいゲーム機かもしれませんよ。ピコピコピコ。ピコピコピコ。ピコピコピコ。おお、面白い。この任天堂のゲーム機、ゲームセンターのゲームみたいですよ。中本さん、このゲーム機すごく面白いですよ。何？どれどれ？ピコピコピコ。ピコピコピコ。ピコピコピコ。このゲームすごいな。なんていうゲーム機だっけ？任天堂のファミリーコンピューターですよ。これを任天堂が発売するのか。ハドソンのスタッフにとって、任天堂が発売するファミリーコンピューターは、全く新しい体験だったんだ。ファミコンが発売される、1980年代初めは、まだパソコンは黎明期の時代。パソコン業界では、8ビット機の NEC の8800や、富士通の FM8、そして X1 などが発売されて間もない頃で、この頃のパソコンゲームは、まだこんな感じでした。かなり、辛いなぁ。そして、当時のゲームの最先端は、アーケードゲーム機だったんだ。アーケードゲームメーカーのナムコの、ギャラクシアンやパックマンなどが、大人気だった頃。パソコンゲームを主に開発していた、ハドソンにとっては、ファミコンのアーケードゲームのような、スムーズな画面スクロール、そして小気味よく動くキャラクターたちに、ハドソンのスタッフたちは驚きを、隠せなかった。ハドソンのスタッフ。このゲーム機、スプライトを使っているんじゃないですか？スプライト技術を。まさか。だって、スプライトはアーケードゲームで使う技術だよ。家庭用ゲーム機で、スプライト技術を採用しているのか？ハドソンがソフト開発していたパソコン業界では、当時、まだスプライト技術は使われていなかったんだよ。パソコン業界で、スプライト技術が本格的に、採用されるのは、1980年代後半からなんだ。87年にシャープから発売された、X68000 や、89年の富士通の FM タウンズの頃まで待たなければならなかったんだ。海外では家庭用のパソコンとして販売されていたアタリ400や TI-99、ビッグ1001とその後継機種、そしてコモドール64などでスプライトが採用されていたんだ。だけど日本ではそれほど知られていない機種ばかりで、日本国内のパソコンゲームでスムーズなグラフィック描写が実現できるようになるのは1985年にNEC から発売される 88SR まで待たなければならない。一方、アーケード業界では、ナムコのギャラクシアンが、スプライト技術を採用してから、アーケードメーカーのナムコや、セガなどが、次々とスプライト技術を、採用したゲームを市場に、投入してきたんだよ。アクションゲームなどのスムーズな画面描画が、必要なゲームは、アーケードゲームの専売特許の時代だったんだ。だから、1万円台という低価格な家庭用ゲーム機で、アーケードゲームのようにアクションゲームが自宅で遊べるというのは画期的な出来事だったんだよ。ハドソンの驚き。ファミコンのコントローラー。そして、もう一つハドソンのスタッフが驚いたのはファミコンの十字キーのついたコントローラーなんだ。ハドソンのスタッフ。このゲーム機、すごいですよ。ジョイスティックじゃなくて、十字のコントローラーで操作できるんですよ。このコントローラー、すごく使いやすいです。なになに？おお、すごいな。このコントローラー。机に置かなくても遊べるじゃない。アメリカで大ヒットした、家庭用ゲーム機のアタリ VCS など、ゲーム機の多くは、コントローラーにジョイスティックを、採用していたんだ。当時、家庭用ゲーム機で遊ぶ場合、ゲーム操作にはジョイスティックがよく、採用されていたんだ。ジョイスティックは、机や床に置いて、コントローラーを支えなければならないんだ。ところが、ファミコンの十字キーコントローラーは、両手で持つだけで、ゲームを操作することができるんだ。これなら、テレビにファミコンをつなげて、簡単にゲームで遊ぶことができる。ファミコンは、当時の家庭用ゲーム機では不可能だった、
全方向へのスムーズなスクロールや、多色スプライト、そして、使いやすい十字キーコントローラーを、搭載していた。ファミコンは、ゲームを楽しく遊べるために、必要な機能が、すべて備えられていたんだ。任天堂の開発した、ファミリーコンピューターの完成度の、高さに、ファミコンが売れたら、ゲーム作るべ。という機運が、ハドソン社内に包まれていた。ファミリーコンピューターの発売。そして、1983年夏、任天堂からファミリーコンピューターが、発売される。ハドソンは、ファミコンが発売されてからずっと、ファミコンの動向を注目していたんだよ。当時、家庭用ゲーム機では、カセットビジョンやセガの SG-1000 が、発売されていたんだけど、ハドソンは、ファミコンをライバルのゲーム機とは、別次元のゲーム機だと思っていたんだ。任天堂は、ファミコン発売と同時に、ゲームソフトとして、ドンキーコングやドンキーコングジュニア、ポパイを発売する。8月には、大人も遊べるゲームソフト、五目並べや麻雀を発売。9月には、マリオブラザーズが登場する。この頃から、子供たちの間で、ファミコン派面白い、という評判が口コミで、広がってゆく。ハドソンは、ファミコンの好調な販売状況を、見て、家庭用ゲーム市場の成長を、確信するんだ。そして、いよいよファミコンへの参入を、検討し始める。ハドソン、ファミコン参入の決断。1983年の、秋、ハドソンの社内会議。任天堂は、ドンキーコングやドンキーコングジュニアなど、面白いゲームを作っているよな。9月に発売された、マリオブラザーズも面白いですよ。ファミコンは子供たちの間で、話題になってきてますし。これは、ひょっとすると、ファミコンはブームになるかもしれませんよ。家庭用ゲーム機の中でも、カセットビジョンやセガの SG-1000 と、比べても、ファミコンの性能は飛び抜けているものな。こうなったら、ファミコンのゲームを、作りましょうよ。絶対に売れますよ。ファミリーベーシックの開発で、ファミコンの CPU6502 も、コード解析もできてますし、ハードの性能と限界も、知り尽くしてますから。僕たちの技術力なら、ファミコンのゲームを開発することは、可能だと思いますよ。よし、ファミコンのゲーム作るべー。作るべー。こうして、ハドソンは、ファミコン用のゲームソフトを、開発することを、決断するんだ。ファミリーベーシックの開発経験から、ファミコンの CPU は、理工生の6502を、採用していることも知っていたし、ファミコンのゲームプログラミングを、書くには、どのように記述したらハードの、性能を活かすことができるのかも、熟知していたんだ。他のゲームメーカーの場合、ファミコンでは、どんな CPU を採用しているのか、どのようにして、ファミコン用のゲームを開発したらいいのかも、わからない状況だったんだ。幸運なことに、ハドソンはファミコンの発売前に、ファミコンの周辺機器を、開発することができたことで、他のゲームメーカーより、大きなアドバンテージを得ることができたんだ。そして、何よりもハドソンには、最先端のゲーム開発環境と、トップクラスのハードとソフトに、精通した人材が揃っていることが、ハドソンに、素早くファミコンのゲーム市場に、参入できる機会を与えたんだ。さすが、ハドソン。そして、ハドソン社内では、どのような手順で、ファミコンに参入するかの、打ち合わせが行われたんだ。ハドソン、ファミコン参入までの道筋。ファミコンへの参入が、決まったことだし。次は、参入手順を、どうするかだな。まさか、パソコンゲームのように、ゲームソフトを開発して、すぐに販売というわけにも、いかないよな。そうですね。家庭用ゲーム機の場合、任天堂がハード本体を、作っていますから、任天堂に何らかの許可を、取り付けた方が、いいかもしれませんね。それに、ゲームソフトは、テープやフロッピーで販売するパソコンゲームと違って、ノムですから。ファミコンでゲームが遊べるようにするためには、ノムを独自で、製造しなければならないかもしれません。確かにそうだな。それに、独自にロムを、作ったとしても、販売先がないよな。今まで開発してきた、大人がターゲットのパソコンゲームとは違って、子供たちの目に留まる、販路を探さなければならない。そうなると、子供が集まる、おもちゃ屋の販路を開拓しないといけないし。我が社には、おもちゃ屋の販路がないからな。ゼロから開拓するとなると、骨の折れる活動になるな。そうですね。まずは、ファミコンのゲーム開発環境を、作る必要があります。それから、任天堂からファミコンの、ゲーム販売をするための、何らかの許可を取り付けた方が、いい気がします。販売網は、任天堂さんに相談するか、それがダメなら、自力で開拓するしかなさそうですね。そうだな。まあ、任天堂とは、シャープからの口添えで話し合いをすれば、なんとかなるだろう。とりあえず、すぐ動いちゃいましょうよ。ファミコンのハードの性能は、わかっていることですし、開発環境を作ってしまって、
それから任天堂と交渉する線でどうです。いいね。それじゃ、急いで、ゲーム環境作るべー。作るべー。こうして、ハドソンは、ファミコンに参入するための、ゲームソフトの開発環境を、作り始めたんだ。今回はここまで。次回はいよいよハドソンが、ファミコンの開発環境を、作り始める。そして、家庭用ゲーム機のビジネスモデルとなる、任天堂と、ファミコン参入の交渉が、行われるんだ。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。